京王線沿線日野市、多摩市、府中市、稲城市の四季折々の魅力をご紹介いたします。春、都の無形民俗文化財に指定される大国玉神社の暗闇祭り。桜と人の熱気に包まれる聖蹟桜祭り。新選組のふるさと日野。ガンダムのメカデザイナー大河原邦夫さんによるメカデザイナーズサミット。幻想的な蛍の光。夏、美しく迫力のある府中流鏑馬。フィナーレの花火に未来への思いを込めて、聖蹟未来フェスティバル。日野の鎮守、八坂神社の例大祭。約20の神輿が練り歩く様は圧巻。300種を超える動物たちのパラダイス、多摩動物公園。都内で唯一現存する本陣建物、パワースポット興正寺のカヤの木。大蛇のように寄り上げたカヤ、蛇寄り行事。国の重要無形民俗文化財である江戸の里神楽と獅子舞が奉納される穴沢天神社の祭礼。秋、萩のトンネル、郷土の森博物館。国士の太刀、当時の風景を VR 体験。サントリー東京武蔵野ブルワリー見学ツアー。府中がジャズの響きであふれるジャズイン府中。260本の行灯が灯る栗祭り。万葉集に歌われる横山の道。キティちゃんをはじめとするキャラクターたちに会えるサンリオピューロランド。ショーやパレードは必見です。和の心で四季を体感。京王もぐさ園。約3000個の灯籠が灯る高畑もみじ灯籠。稲城市の歴史を継ぐ例大祭。冬、大国玉神社節分祭。玉センターの華やかなイルミネーション。耳をすませばの舞台といわれるいろは坂。だるま市では威勢のいい掛け声が響きます。約1000人の豆まき、高畑不動尊節分で。輝きのライトピア、ジュエルミネーション。豊かな自然、深い歴史の町、日野市、多摩市、府中市、稲城市。京王線で約30分で行ける NEXT 東京多摩。もう一つの東京があなたを待っています。